知らんな。ここにはいないぞ。あの城は逃げられたの。スキリッチの海賊船からは逃げられない。救世主。おい、いい戦いぶりだ。足さばきがいい。俺に挑戦したいか、それともハルか。さあお立ち合い、ウィッチャーとメティナの猛獣の対決だ。死神と野獣がぶつかり合うぞ。本当にニルフガードから来たのか。メティナの農村キャラだよ。ニルフガードじゃない。荒れ果てたマグテイラの平原で野犬に育てられたのさ。兄弟で血の海の中を鍛えられ、メティナの闘技場で激戦を生き抜いてきた。南方の野人に挑戦したやつはいないのか。野獣と睨み合う度胸の持ち主は。お前たちに仕事を頼みたい。演劇の公演があるんだ。舞台で暴れればいいのか。いや、客席係だ。劇場を守ってくれ。舞台でも観客席でも誰も怪我をしないように。守る？怪我をさせるのが仕事でな。賭けをしないが、俺が春に勝ったらタダで仕事を受けてくれ。うん。なあ、春は演劇が好きじゃないんだ。悲しい恋を経験してるのさ。あいつの説得にはよっぽどの理由がいる。こうしよう。俺たち両方と同時に勝負だ。世紀の対決になるぞ。ウィッチャーとメティナの総統流の決戦だ。俺が負けたら？もちろん負けるだろうな。まあ仕事は引き受けてやるよ。報酬は倍でな。いいだろう、同時に相手してやる。先に金を出しな。負けたら金は置いてけよ。今の化石の倍だ。約束通りな。俺が勝ったら返してもらうぞ。ハル、早く終わらせろ。次はウィッチャーが相手だ。俺は太った野郎に立ちに行く。あれはしばらく忘れられねえな。決まったな。左だ、左。俺は太った野郎の勝ち目だけだ。決まったな。俺は太った野郎の勝ちにかける。死ね。どうした、来い。俺は太った野郎の勝ちにかける。やった、決まったな。終わりか。男なら俺は行けるだろう。これはこれは、こんなに強いやつはめったにいないぞな、ハル。こいつは喋れないが、顔を見りゃわかる。お前を気に入ったようだ。まだ時間はある。望むものを護衛してやろう。金はいらないなあ、ハル。ほら、金を返そう。心配するな。その踊りが始まるまでには行くさ。
いい曲だな。でもひどく悲しげだ。じゃあ私の気持ちが伝わってるわね。ここに何の用？パフィンズを探してるんだが、お前たちか？お金なんかないわ。ほっといてよ。何か誤解してるようだ。ごめんなさい。地主がゴロツキを雇って取り立ててると聞いたから。ゴロツキ？お褒めに預かり光栄だ。許してね。あなたは見た目が怖いし、最近は嫌なことばかりなんだもの。日産は参ってるんだ。みんなそうさ。むしろ金を払いたいんだ。マダム・イリーナの新しい芝居を宣伝してくれたら報酬を出す。悪いが無理だ。セイ・ヘメルファルト、天に背く信仰に飲み込まれ、老いた娼婦とふざけ合う。この歌を発表して以来、ファッツォの手下から嫌がらせを受けてるんだ。ファッツォの手下？教会に雇われた連中だよ。今じゃ町中に溢れてる。あいつらニッサを脅迫したのよ。ナイフで耳の先を切り落とすぞって。演奏しようとしても邪魔されるの。観客を追い払われて、楽器も壊されて、最近では待ち伏せまで。みんな我慢の限界で、どうしていいかわからない。危害を加えられたのか？いや、まだ誰も。でも時間の問題だろうな。ニッサは放火を計画してるのを聞いたそうよ。なるほど。ファッツォと手下たちを何とかしてやろう。そうすれば芝居を宣伝してくれるか？もちろんよ。でも簡単じゃないわ。あいつらに話は通じない。話すのは苦手だ。ちょうどいい。もう一度言ってみる。お前たちだな。おいファッツォ、見ろよあいつの目。まるで猫だぞ。マジだ。きっとあいつの母ちゃんが野良猫とやったんだぜ。教団が支配するこの町で変な真似するなよ、猫め野郎。パフィンズに手を出すな。大祭司ヘメルカルトを侮辱した奴らのことか。女を飼ってると抜かしたんだぞ。絶対許さない。あのクソったらどもを連れてこい。神を冒涜した罪でケツに笛を突っ込んでやる。新しい音楽ができるぞ。火をこくたびに音が鳴ってな。パフィンズに手を出すな。わかった。奴らに手を出さない。どうなってやがる。黒魔術だ。このクソ野郎が捕まる。死ね、ミッチだ。野郎を逃がすな。俺がやる。くそ、やめろ。お前ら逃げるぞ。ああ、素晴らしい。奴らを苦しめてくれた。一人二人と背中越しにドカン、縄天に一撃。これからはフードで姿を隠さずに堂々と外に出られるのね。ありがとう、本当に。いや、大したことでは。すごいことよ。約束はちゃんと覚えてる。声が枯れるまでイリーナの新しいお芝居を褒めて回るわ。いくら払えばいい？そんなのいらない。恩人に力を貸さない理由がないわ。この町の半分の人間を劇場に行かせてみせる。少し準備を済ませたら町に出るわ。それじゃあまた。ああ、来たのね。客席係を雇えたぞ。素晴らしい。問題は一つ解決ね。脚本について話がしたい。悪くないわね。
というよりすごくいい。ドゥードゥのためなら本気を出さなくてもいいと思ってたけど、これならすごく面白いものができそうよ。召使いとウィッチャーと女王の配役は私の中でもう決まってるわ。でも王女と王子の配役は悩みどころよね。ウィッチャーの役は誰がやる？アマチュアだし、一緒に仕事をするのは初めてだけど、彼ならうまく演じてくれると思うわ。新人の役者か？そうとも言えるわね。もうとぼけないでよ、あなたのことよ。俺は俳優じゃない。気づいてないかもしれないが、感情をあまり出さない方なんだ。それでいいのよ。演じるのはウィッチャーで、王女じゃないのよ。それに舞台に立つあなたの姿をドゥードゥに見せなくちゃ。この計画の一番の肝でしょ。そうだったな。まさかこんなことをやる羽目になるとは。大丈夫。大きな剣を持って舞台に出て、片眉を上げて怖い顔を作って、しゃがれた声で何行かのセリフを言うだけ。できそうでしょ。さて、王女のことだが、出番は少ないが重要な役だ。誰が演じるのがいい？プリシラしかいないわね。若くて綺麗だし。まあ私の方が舞台での経験はあるけど。プリシラにやらせよう。その観客が重視するのは役者の見た目よね、演技よりも。分かってる。彼女に伝えておくわ。きっと立派に演じてくれるはずよ。ドップラーの王子役は決まってるのか？候補が二人いて決めかねてるのよね。無難に選ぶならアベラードリザよ。この一座で長年演じてるし、演技にもそつがないわ。ただ観客を魅了するような花は持ってないの。もう一人の候補は？マキシム・ボリエール。卓越した演技の才能で観客を熱狂させるわ。ただ悲しいかな、シラフで来る保証がないの。来るかどうかも怪しいわ。アベラードにしよう。気まぐれな芸術家より信頼できる職人の方がいい。その通りね。今回の計画ではマキシムは危険が大きすぎるわ。こういう興行は稼げるのか？日によって違うわね。いい時は広場が満員になるほどの観客が来るし、ダメな時は小銭が数枚あればマシってぐらい。もちろん報酬はちゃんと払うわ。もうここの一員だもの。そうか、感謝する。よし、配役はもう大丈夫だな。そのようね。あなたも舞台に上がる準備はよくって？すぐにでも始められる。とりあえず脚本には目を通しておいた。今すぐにでも大丈夫だ。そう、時間がないわ。舞台に上がって。ゾルタン、何をしてるんだ？芝居をやるってプリシラに聞いたぞ。しかも主役だって？主役じゃない。見逃したらヒゲを剃り落とすより後悔しまうなあ、ウィッチャー。股間が盛り上がったピッチピチのタイツを履くのか？来て、ゲラルト。舞台に上がる前は精神を集中するのよ。頑張れよ。